こんにちは、梅垣舞美です。1月14日、京都新聞の最新情報をお届けいたします。新型コロナウイルスに関する情報です。新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が再発令された京都府で医療体制の逼迫が深刻化しつつあります。12日時点では人口あたりの新規感染者数など4項目が 政府の分科会が示す基準で最も深刻なステージ4、爆発的感染拡大の指標を超えています。指標は全7項目あります。京都府は人口10万人あたりの1週間合計の新規感染者数が36.04人に上回り、ステージ4の指標である25人を上回っています。 10万人あたりの療養者数も56.68人に上り、指標の25人の倍以上になっています。ここで話は一旦終わりますが、このままもう少し詳しく知りたい方は続きを聞いてください。指標全7項目について詳しくお話しします。京都府における医療提供体制などの状況です。 これは1月13日の夜、京都府への取材に基づくとあります。まず7項目の中の1つ目ですが、病床使用率。そして重症者病床使用率。そして次3つ目が、療養者数。これは人口10万人あたり。そして PCR 陽性率。これは1週間の平均です。 新規感染者数、人口10万人あたりの1週間の合計を出します。そして、直近1週間と、その前の1週間との比較、多いか少ないかっていうのが指標です。そして、最後の 7, 7つ目ですが、感染経路、不明者の割合、1週間の平均、以上が7項目。これを、どのところにあるかというところで判断していきます。 ステージの指標。えっ、ー、と、まず3と4に分かれています。ステージ3の場合ですが、病床使用率は20%。そしてステージ4は50%。京都府12日時点では37.1%になります。ということは、ステージ3を超えているということになりますが、ステージ4までは届いていないというのが12日の時点です。 重症者、病床使用率ですが、ステージ3が20%、ステージ4が50%、京都府は23.3%になります。療養者数、人口10万人あたりの人数ですが、ステージ3が15人、ステージ4が25人。ここで問題となったのが、今回京都府12日時点ですが、56.68人。 となっています。これが問題と今はなっています。そして次です。PCR 陽性率1週間の平均。これがステージ4で10%とありますが、これも上回って11.8%。新規感染者数人口10万人あたりの1週間の合計ですが、ステージ4で25人。京都府は36.04人とあります。 直近1週間と前週1週間との比較。これはもちろん前週より多いです。最後、感染経路、不明者の割合、1週間の平均ですが、これはステージ4で50%と出ていますが、現在京都府は44.1%です。以上です。ありがとうございました。